タラベスポーツお役立ち情報コーナー、本日は、防水と撥水の違いについてご説明させていただきます。まず、撥水に関しては、生地の表面で水を弾く、機能になります。これが、スキーウェアの生地になるんですが、こういうふうに弾くのが、こう今ハスの葉っぱに乗せたような形でこういうふうに水を弾くのが撥水になります。で、防水というのは、この生地がこう水が生地の中にこう入り込まないようになっていくのが、こういうふうに表面は濡れたような形になるんですが、裏はこういうフィルムが貼ってありますんで、これが、防水になります。だからスキーウェアを買われるときによくお客様が、言われるのが、防水何ミリ、耐水圧何ミリとかってよく聞かれるんですが、スキーウェアですと大体、まあ、最低で、1万ミリ、1万ミリと言いますと、ここに生地の上にこう筒で1メーターの、筒を入れて、そこに水を入れてもこう圧力が、水の圧力で中、生地の中に水が入らないっていうのが耐水圧になりますんで、大抵最低でも1万あれば、大丈夫だと思います。その耐水圧の差っていうのは、その人の体重であったりとか、その日の猛吹雪であったりとか、雨の日でも風の強い日によると、その耐水圧っていうのは、まあ、高ければ高いほどいいんですが、耐水圧を上げることによって、今度糖質といいまして、この生地自体から、今度生地の内側から外に汗の群れを逃がさなきゃいけないんで、耐水圧が上がれば糖質度も、ちょっと糖質というその換気ですねがちょっと落ちていきますんで、そういうところのバランスで大抵、1万から2万ぐらいの耐水圧が一番ベストかなと思います。だから両方兼ね備えた、耐水圧と防水、耐水圧と撥水で、撥水も大切になりますんで、防水スプレーであったりとか撥水スプレーで、表面の、撥水性というのが保たれますんで、ぜひともその防水撥水剤をかけていただくのが一番いいかと思います。以上、防水と撥水の説明でした。年中スキー用品専門店、田辺スポーツへぜひご来店ください。